おさきんプライム雑談。はい。というわけでね、何が始まりましたかと言いますと、この YouTube ラジオは、役者、保坂直樹さんと、音楽作家、映像作家、作家チーム運営、そして、近々ね、うん。なんていうかね、役者じゃないけどね、うん。なんかの作品に演者として出るかもしれない金川拓司の二人で。そうでしょ、うん。毎週ね、Amazon プライムプライムビデオの中からね、気になる作品を一作品ピックアップし、それについてあーだこーだ雑談 していこうではないかという YouTube ラジオになってますよというわけでして、はい、いやいや、なんかね、はい、逆に役者さんにはこうへん、ミュージシャンにしかこうへん仕事が来そうやね。その話聞きたいです、うん、あのさ、まあ、ミュージックビデオの関連の仕事なんやけど、うん、それ演者ってなったら、どっちか言ったらくんくんの方が普通はオファーを受けるやん。はいはい。でも唯一くんくんがオファーを受けれへんミュージックビデオの内容があるわけ。なんだろう。実際の弾けるギター弾ける人とかそういうことですか？そうそうそう。要は演奏がいるやつ、うんうん、はいはい、うん。当てぶりないけどな、当然。うんうんうん。うん、そのオファーがね、何個か来てて、何個かっていうか、一つのとこから、まあ、来てんだけど、まあ、それに出るかも。あ、はあ、い、いいじゃないですか。そうなったらさ、急に、髪型どうしようとかさ、服どうしようかしら、まあね。多分衣装とかないやろから。映りますし、残りますからね。なあ、すぐ、すごい気になるな、うん、あれ。え、金川さんって、その、うん、ミュージシャンとして、うん、自分のバンドとかこれまでやってきたので、うん、ミュージックビデオ撮った経験とかってあるんですか？全くない。あ、ないんだ本当に、うんうん、へえ、ないね。じゃあ初出演になるわけだで、決まったら、うん、まあね、いかつい系の曲やったら服脱いどきゃええかって感じやん。オードバイ、はいはいはい、便利やん入れ墨って。うん、なんか世界であるミュージックビデオもね、うん、そういう演奏シーンとかありますからね、まあ、躍動感でかっこいいみたいな感じになるけど、うんうんうん、むっちゃ爽やかやったら、まあとにかくとりあえずひげは剃らなあかんやなとかうん、まあね、そうね、だからそんなこといろいろ、あ、これか役作り的なのの第一歩はって思ってるよいや、広がってくな、いや職業、うんうん、いやいや、まあね、そんな中ね、はい、あのね、飲食店をやってる、まあ、芸人さん、ね、ニュースになってますよね。うん、今、うんうん、今もこの時期、3月、うん、で、飲食店ね、やってる芸人さんといえば、もうあの人しかいないですね。うん、うん、話題のね、ずっと、うん、昨年10月ぐらいからね、話題にこと書かない。まあ、10月からやったかどうかちょっと分からんけど、うん、テンダラーの浜本さんがね、違った、思ってたんと違った、14歳年下の女性と不倫をしていたということでねまたですよ、また不倫で、俺が気になったのは朝ドラに出てるから、うん、そんな叩かれたんだろうなって気がしてるんです、うん、朝ドラ出てはんねや、テンダラーさん、うん、それで、朝ドラ出演芸人さんが不倫っていう見出しをヤフーで見て、うん、うわってなったっていう話です。まあ、テンダラといえばね、もともとアランドロンというね、ショーパブにいて、まあ、そこから吉本に入るというね、経験なんですけどね、あ、NSC じゃないんだ。白川さんの方は NSC、 浜本さんの場合は、はい、そのアランドロンからオーディションに入ったかな。だから、当時は女性ファンが多くてね、そのお店に来てた、ショーパブって、まあ、ホストクラブじゃないけどサパークラブ的な感じだかな。うん、だから二丁目劇場が胡蝶蘭の花がいっぱい送られてきたときは、あ、今日テンダラ来てるなってなったらしい。すごいな昔からこうモテ男というかナンバーワンやったんちゃうかな。はい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 、はい、僕のイメージちょっとブラマヨの吉田さんのイメージがちょっと似てる感じが。あ、雰囲気ね、顔の雰囲気、雰囲気の、うん、のもっとなんか言ったあれなんていう、上品な感じというかね、はいはいはい、品がある感じだったけど、まさかね、うん、だからなんていう、逆に不倫とかそういうのはもうとっくに卒業してるんかなと思ったら、
表になるんでしょうね、ずっと。表になられましたね。すごいな。正直ちょっとあのネタとしては弱いなっていう、このね、ロシアとウクライナがっていう時期に、まあね、即わざわざって思いましたけど、正直。まああとなんかあの宮迫さんやったっけ、宮が、うん、なんか焼肉かなんかをなんか やってるみたいな違って、いや、そっちの方が世間的には話題ですよ。すざまじいですね、手のひら返しといいますか。あ、どうなんですか、俺そんなに仕入れてないんですけど、あの世間の まずはね、あの YouTuber のヒカルさん、うん、あそ姫路市でね、俺の地元なんやけど、はい、俺の義理の母親がなんか担任の先生かなんかしてたらしいね。まあそれはさておき、はい、あのほら、うん、最初共同出資しますっつって、ほんで撤退しますってなって、はいはいはい、ブワーと炎上して、はい、でここに来てやっぱもう一回やりますって言ってまたタッグを組んでる状態だよね、らしいですね。なんかね、和解みたいな報道出てましたね、うんうん。まあそういうのがあったりとか、まあひろゆきさんとか、堀江門とかみんなこう、はいはい、批判的やった人がいや結構おいしいとか頑張ってほしいっていう空気にちょっとなってきてるという。あ、はい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 。だからこうせちがらんよね、うん、沈みかけの船に船からは脱出するけど浮上してきたらもう一回ちゃんと乗り込むっていうのがね、せちがらいというか、そういうもんよね世の中、うん、沈まんかったんかいみたいな、うん、とこでしょ。でも乗ってくるんかいってなるやろ。はい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 、うん、そういう経験ございますか。まあ俺らやったら、俺らみたいなその何売れへん役者と売れへんミュージシャンやったらようあるやん、うん、ありますね、うん、もうなんていうの、そんな売れもせんことやって、うん、みたいなんで疎遠になっても、うん、例えばくんくんやったらこう銀幕デビューというか銀幕に出たらさ、うんうん、映画とか出たらなんか LINE 来たりとか。あ、だからそこまでの大きな成功ってね、うん、まだ僕は経験してないですけど、うん、小さな世界でもありますよね、やっぱり。あるよね。うん。なんか、お前、どんなもんやねんな、ノリで、やっぱ先輩とか見てくるんですけど、うん、ちょっとお芝居をして、見せてみたら、うん、あの、君はなかなかいいね。どこで芝居してたのみたいに、急にこう、仲良く話しかけてくれるようになったりとか。見る目ないな、そいつ。っていうのは、ありますけどね。やっぱ寝踏みされるから、やっぱりこう表現者って、あのあれ売れてなかったらこう逆下駄履かされてるからな。うん、そうそうそう。無名ってもうそうなるじゃないですか、知られてない時点で、うん、なんでやねんってなるよな。うん、でも腕っぷし一つでね戦っていくしかないですからね、やっぱり僕らは。それは俺もな、ようあるのかな、うん、あのなんていうかね、仕事扱いしてもらえへんことが結構あるよね。はあ、はい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 。まあ、そうそうそう、それこそね、3月14日です、16日ですか。はい、あなた出演の映画が大阪アジアン映画祭で上映されるっていうところで、ね、はい、まあ、3月の、そうですね。3月16と3月19に、うん、ありがとうございます。はい、3月16日も、個別でね、あの有給取りましたとかいう人も出てきてますので、ああ、ありがたいですね。なので一緒に鑑賞して、その後、うん、まあ食事、うん、みたいな流れ、なので、やりましょうか。完全に、決定しました、うん、はい。まあ応募方法みたいなのは、まあ映画のチケットだけはちょっと申し訳ないですけど、ご自身で取っていただいて、うん、はい、映画祭のサイトから予約できますので、うん、はい、で、これ席はどうなってんのかな、指定席とかじゃないよね、うん、多分普通の映画館に行くのと一緒で、うん、まあ、チケットが普通に映画見るから、はい、困って見なくてええもんね、喋らへんし、どうせ、うん、うん、あの近郊の西野さんみたいに、あのコロナ禍で一緒にいます会をやって、うん、あの終わったらちょっと立ち上がってペコリとかしないですから、うん、じゃあ上映終わりに何時にここ集合みたいな感じで、多分俺は動けるから、うん、くんくんは動けるかどうかわからん感じ、はい、ちょわからん感じやろ。そうですね、ちょっとまだご挨拶とかいろいろ挨拶回りがある可能性が高いので、うん、がちょっとあるから、はい、神奈川がこう引率して、はい、もう先にどっかお店に入っ
ってるような形にしましょうかね。はい、助かります。はい。なので、別にあのチケットは、映画のチケットはいるけど、その、うん、その後のオフ会チケットみたいなのはないので、それは僕とくんくんの食事をおごってくれればいいので、うん、この YouTube のコメントでもいいですし、うん、僕とかくんくんのツイッターでもいいですし、うんうん、そちらの方に、参加したいですみたいな旨を送っていただいたら、はい、まあだからオープンな形になるけどね、じゃあ、うん、上映終わり18時ぐらいに、梅田のどこそこに神奈川がいるから集合みたいな感じで、はい、いいですね、アナウンスさせていただくような、うん、はい、そんな感じでいきましょう、はい、とかを、はい、これで難しいね。オフ会はじゃあ仕事なのかと。ほう。仕事っていう言葉の持ってる、なんていうの、うん、冷たさあるやん。ありますね。わかるわかる。わかるわ。仕事と読んでええのか。うん。こう絶妙なとこやろ。はいはい、そうですね。うん。確かに。まあ、例えば、もっと俺らが若かったらさ、3月16日、自分らのやってる YouTube ラジオのオフ会があるんで休みくださいって言ったら、うん、なんじゃそれ言われちゃう。はい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 。うん、うん、確かに。絶妙な感じよね。絶妙ですね。うん、ロケハン打ち合わせロケハンは仕事かって言われたら、うん、むしろそっちの方が仕事っぽいな。本番の方が仕事っぽくないもんな、多分みんなから見たら。確かにね。うん。それあるな。その線引きみたいな難しいね。難しいですね、うん、そんな話もね、盛り上がりそうですけど、うん、だってな、野球選手は、うん、野球やってた仕事っぽいけどな、うん、普通の人が野球やってたら趣味っぽいもんね。そうですね、うん、なんか不思議な感じ、うん、あと全然関係ないけど、青森山田が飲酒問題隠してたらしい。え、そうなんですか。うん、うわっ、強豪の高校生がお酒飲んで、うん、で、あのフィジカルってことはすごいね。飲まへんかったらもっと強かった、ね、うん、ポジティブ。あの発想がポジティブなんですよね。でもどうやらなんか今日ね、ネットニュースっていうか、あの記事で見たんやけど、うん、あの文春法的なやつでね、はいはい、どうやらその監督、名物監督がちょっと観光令を引いてたかもとかね、直接取材しても何も答えてくれんかったみたいなとか、まあ、いろいろありますわ。ありますね、本当にね。もう今すぐバレますから、うん、この時代はどっかでも出ちゃう。なんかね、うん、なんとなくいいイメージやったりするものが、うんうん、実はよくよく調べてみるとそうでもないみたいなことが、うん、結構あったりなかったり、はいはいはい、なかったりあったりしますよね。うん、うん、ふわっとしてんな。ふわっとしてるんですよ。本題の方にこのまま行ったろうか、いや、もうちょっと尺を稼ごうか、ちょっと考え中なんですよ。うん。